おはようございます。ゆきちゃんでございます。えー、皆さん今日は雨ですね。まあ、昨日の夕方からちょっと降り出して、えー、今日はあの、暦ですと、え小説でございます。はい。まあ、小さい雪と書いた小説。まあまあ、あの、申し上げるまでなく、もうコートがないとちょっと寒くていられないな、というところなんですけど、まああの、私事で大変恐縮ですが、まあ、あの、このマスコット、 まあ、あの、ご記憶かと思いますけど、まあ、私が名付けて、あのこちら、サオリンと言いますが、まあ、実はこの方のですね、お母様がおととい、お亡くなりになったんで、まあ、あの、本当にご冥福をお祈りしたいと思いますけど、まあ、岡山にまた、あの、12月になったり、えー、行きますんで、まあ、その時にでもまた、えっ、ー、と、お線香でもあげさせていただければな、なんていうふうに思っております。はい。 えっと、今日はですね、えっ、ー、と、まあ、新しいと言ってももう、ええー、七八ヶ月経つんですけど、まあ、私の、まあ、右腕か左腕かはちょっと別にして、あの、私のですね、まあ、欠かせないスタッフの一人として、ええー、カツくんと言いますが、ええー、ちょっとご紹介いたしますんで、ええー、どうぞ、カツさん。失礼します。えっ、ー、と、彼があの、カツくんです。はい。 もともと、まあ、大手のアパレルの生産管理を中心にやられていた方で、まあ、あの私のですねいろいろとまあ本当にまあマネジメントのアシスタントをですね、えー、様々やっていただいて、まあ、かなり実は古希使っていますけど。 まあ、あの体が小さい割にはなかなか体力があってですね、まあ、一つだけちょっと魚が得意じゃないと、まあ、海沿いで生まれたのは分かるんですけども、これはもう,、まあ、もうずっといろんな方に語ってるんで、ご存知でいらっしゃる方はもう、あ勝つだねということですが、えー、どうぞあのお見知りおきいただきたいと思います。 じゃあ、一言、はい、えっ、ー、と、インコントロール、えっ、ー、と、半年近く働かせていただいている勝と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、先ほど先生から紹介がありましたように、えっ、ー、と、港町生まれなんですけども。魚が全く食べれないというものでして、ちょっとだいぶ先生にいつもその件で。ご迷惑をおかけしているんです。けどいすみません。はい、こんな自分なんですけども、はい、あの、トランクショーとか。めだかさんいらっしゃる時には、あの、お会いできると思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。はい。はい、失礼いたします。で、名前は、あの、カツなんでね、やっぱりね、あの、トンカツ大好きなんですよね、彼は。ね。だからトンカツはもう、トンカツトンキから始まって、あちこちね、もう、いろいろと食べ回ってるということでですね。あの、いつもなんか飯食おうかっていうと、まあ、やっぱりカツかなと。あの、ちょっとこう、魚っていうのがひらめくんだけど、まあ、魚を下げてということです。 はい。えっ、ー、と、さて、えっ、ー、と、昨日まで、えっ、ー、と、山の絵ホテルで、えー、トランクショーをやらせていただいて、えー、無事2日間終わりました。まあ、あの、ご存知でいらっしゃらない方はもうおいでかと思いますけど、えー、お茶の水から、まあ、徒歩を歩いて、えー、まあ、3分ぐらいのところにある、明治大学の隣ですね。 で、私はまあ15歳の頃から、まあこの山のホテルに私のおじいが、えー、ちょうどまあ社会学者ということもありまして、よくまあ2ヶ月ぐらいこのホテルにこもって、えー、本を書くということをやっていたそうです。まああとはもうご存知の、まあいわゆるその非常に有名な作家の方々が長期滞在なさるホテルとして、まあ非常にクラシックでですね、まああのロイヤルラインのこういう服にはもうなんか雰囲気がぴったりで、 アールデコの要素もあるし、民芸的な要素もあるというふうに、非常に、まあ、私のお気に入りのホテルでトランクショーをやらせていただいて、本当に良かったと思います。まあの、の、まあ、地下1階にはですね、喫茶店があって、えー、そこの絵も、まあ、ご存知の池波翔太郎さん、池波先生がお書きになった絵が、ゴロゴロと置いてありますんでね、ぜひ、えー、おいでになったらっしゃらない方は、 ぜひご覧いただきたいなと。また来年4月もしくは5月ぐらいにはですね、また山の屋ホテルでやらせていただこうというふうに思っています。まあ、あの、まあえー、結構なお客様いらっしゃったんですけど、まあ、中でもまあ、メダカ小学校からまあお付き合いがある石森さんがもうまた定番でいらしていただいて、 えー、結構ヘビーウェイトのキャバディーツールの、えー、スーツをお作りいただいたりして。まあ、なんと彼は、あの、ご出身が広崎ということでですね。ちょっと私もまあ所要、所用で広崎に行くことがございますんで、えー、結構話が盛り,盛り上がりました。まあ、あとはもういろんなまあ、方、まあ、特に小島さんという方は、ちょっと腰痛で、えー、ここ約半年ぐらいは、 ご不自由なさったんですけど、まあ元気な姿を見せていただいて、本当に良かったなというふうに思います。はい。えー、さて、まあ12月はですね、3、4、5と3日間、まあ恒例の岡山のブルークさんでのトランクショーがスタートいたします。 え、こちらは、ま、あの、ベッドまた、あの、YouTube で上げておりますけど、まあ、あの、定番の方もいらっしゃるし、また、新規の方もおいでだと思いますが、ぜひぜひ、岡山でお目にかかりたいな、というふうに思っております。はい。えっ、ー、と、さて、今日のコメントを申し上げます。えっ、ー、と、えー、トム・ボーイさん。ありがとうございます。トム・ボーイさん。えー、赤嶺先生、いつも楽しく拝見しております。いつもためになるお話をありがとうございます。 大変恐縮ですが、ご質問がございます。僕も服が好きなので、服を買う機会がたくさんあります。その中で、やはり、買った後で、なんか、この服違うな、いまいちだな、なんていうことがあります。良いものを買うと、買うことを、え、心がけているのですが、失敗してしまうことがあります。先生は、買い物で失敗しないために、心がけていることはありますでしょうか え、買い物で失敗してしまったエピソードも合わせてお聞かせいただければ、え、幸いです。ということなんですが。あの、トン・ボイさん、まあ、私ね、失敗しないんです。っていうことで、ちょっとドクター A みたいな気分でいますけど、まあ、やっぱりね、大方の方が、やはり、あの、服を作ってくださいというふうにいらっしゃるんですけど、 やっぱり、大体の方がね、まあ、あの、えー、トンボーイさんもそうかもしれませんけどね、あの、トンボーイさんに本当に似合うを実は自分が好みはあるんだけどね、似合ってるものか似合ってないものか意外とわからない。こういう方が実は非常に多いです。えー、まあ、やっぱりご自分のやっぱり雰囲気、まあ、髪の毛のボリューム、えー、肌の色、顔の大きさ、体つき、様々あります。 また、その方の、まあ、やっぱり目の力あたりで、この方だったらこれだな、みたいな。これが大体、まあ、私の場合は、え、約30分、もしくは1時間ぐらい、様々なお話を申し上げる。まあ、いわば、医者で言うと、問診ですよね。 問診を昨日何食べたのっていうようなことじゃないけれど。まあやっぱりね、問診を様々させていただいて、出会ったらやっぱりこの人だったらこうだなって言って、その人の似合うものをどん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 探りながら行くわけですね。で、これでやっぱりこれだったらこうだなという,うに。意外と自分が好きの好みっていうのとずれてる。まあここがポイントだと思います。 で服好きっっていいいうのは、ね、いろんな方いらっしゃいますヴィンテージ服好きもいるし、まあ、またいろんな別なタイプの服好きがいらっしゃるんだけどじゃあ服は好きだけど全体がトータルで見えた時に結構かっこいいかどうかっていうのはまた別問題どうしてもブランドを着ようみたいなところではちょっとどっか邪念が入っちゃってブランドをしてきてるのにどうだみたいな人も中には多くいます。 まあ特に冬場になるとこう、ロングマフラーかなんか巻いちゃって、どうだみたいな形がいる。それはね、僕に言うとダサいです。私はそういうことはいたしません。あくまでもやっぱりその方の処方をしていくための、だったらこういうものがよろしいんじゃないか、こういうものがいいんじゃないかっていう処方を申し上げて、で、ジャケットであろうがスーツであろうがお作りになるときに、それに合うシャツ、それに合うネクタイ、それに合う、え、いわゆるそのブレーシス、 もしくは、ホーズ、また、ポケットティーフ、というふうに、ご自分のやっぱトータルの中でのいろいろアドバイスを申し上げます。これは、まあ、私流の、まあ、赤峰流のスタイルというか。で、ただ、まあ、私もですね、こういう自分の流儀というようなものに、まあ、やっぱ、ある程度こう、見開けたのには、それなりの年数がかかります。 あのおっしゃられるようにとんぼ絵さんがおわくければ別だけどやっぱり若い時から全部そうだったかっていうとそうじゃない。ただおおむねその道はずれてなかったんで30年前の服でもいまだに着れることができるし普通に着れてます。 まあいわば外しがないわけですね。でも外しがないものを買おうっていうふうに決めてたわけじゃなくて、結果としてそういうものがやっぱり正しかったんだなというふうに思っておりますんで、まあ特にやっぱり目立とうなんていうような気持ちで何か服を着るんじゃなくて、なんと普通な感じだけどやっぱ違うよねっていう普通な感じ感が一番大事です。 ですから、普通をねと、やっぱり誇張し、していこうとすると、えー、やっぱり邪念が入りますんで、普通だからやっぱいいよね、と。これは男性も女性もみんないも同じです。で、そういうことを本来はお子さんにも教えていくようなことが、本来の福育かな、というふうに思っております。えー、それではまた水曜日お会いしましょう。チャオチャオボーナジュルのあたチャオ